切れた縄跳びをアイロンを使ってつないでみました。使い続けた縄跳びが切れてしまうことがあります。この切れたところをハンダごてで溶かしてくっつける方法があるのですが、より身近にあるアイロンを使ってみました。まず端っこのギザギザになっているところを少しだけカッターナイフで切り落とします。アイロンを高温に温めます。温めたところに先ほどの切り口をくっつけ、溶けてきたら素早くその切り口同士を合わせます。この時にまっすぐに合わせましょう。ぎゅっと押し付けて これでくっつきました。アイロンについた汚れはいらないタオルなどにこすりつけて取っておきます。テフロン加工のアイロンだと簡単に取ることができます。はみ出たところが気になるようならカッターナイフで削り落としてください。そのまま使っても支障ありません。一度溶かしてくっつけているので、相当強く引っ張ってもここで切れることはありません。これで元通り使えます。縄跳びが短くなってしまった場合は、間に違う縄跳びをくっつけます。同じ太さがいいのですが、ここでは太さの違うものをくっつけてみました。継ぎ足した分だけ長くなりました。色も太さも違いますが、強く引っ張っても切れません。普通の縄跳びと同じように使うことができます。